目尻だけこうピッピッピッってこれ開けたりするのすごい便利だったりするんですよ。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日はまつげで悩んでいる方へ、ビューラーの超基本のお話をしていきたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ビューラー、皆さん何を使っていらっしゃいますか？結構ね、上がりにくいとか、すぐ落ちてきちゃうとか、なんか挟みにくいとか、いろいろね、ある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いろんな、また新しいタイプとかも、従来のものじゃないものも結構出てきているので、それらをですね、ちょっとまとめてみました。まあ、まずはですね、オーソドックスタイプって呼ばれるものですね。もう本当に昔からあって、これ使ってる人一番多いんじゃないかな。資生堂使ってる人多いと思います。まあ、これが、まあ、いわゆるオーソドックスタイプっていうやつですね。でも、私が本当にメイクを習いたての頃って、資生堂かこのコージーしかなかったんですよ。資生堂はちょっと丸みがあるタイプで、コージーは少し平らなタイプなんですね。だから目幅とか目のクリとかに合わせてどっちを選ぼうかなみたいな感じ。まあ、オーソドックスタイプで言うとこういう感じで、今ね、なんか巷に言うとオーソドックスタイプでちょっと人気があるのが、こちら周江村さん。これね、結構資生堂と比べるともっと丸みがあるんですよ。多分日本人の目もいろいろ変わってきてるんじゃないかなと思う。ちょっと平べったいのから丸みのあるものの方がもしかしたら人気が出てるんじゃないかなっていう気もしますよね。ね、こちらの、ナーズですね。ナーズもそうなんですよね。ナーズもオーソドックスタイプで、これも結構丸みの強いタイプです。これらが結構ね、最近人気があるみたいなんで、やっぱ目のか若い人の目の形とかが変わってきてるのかな。で、私たちって手目たるんでくると思うんですけど、基本的にフレームっていうのはあんまり変わらないと思うんですよ。で、逆にたるんでくると、もしかしたら平らなものよりも丸みのあるものの方が合う可能性もあるかなって、私的にはなんとなく、やっぱり三角目になってこういうふうにね、視野が狭くなってくるんで、少し丸みがある方が挟みにくかったり、まぶたが押したりすることもあるかなと思いますね。最近ね、出てきたのがこのスプリングタイプです。こちらがエクセルの、もう分かります？こう、ほら、ここにバネがついてるんですよね。これは韓国製で、ラネージ、なんか結構かわいいカールができるって、これ結構私もね、使いやすかったですよ。割と軽い力で上がりやすいので、一発で上がるって感じ。なんかね、これと違うのはちょっと太いんですよ。この幅が分かるかな。なので、割と一発でカールが決まる感じですね。こういうふうに何回もクククククってやんなくても、これでいけるっていう感じ。ただし、ネックが、わかります？この幅。常にお直しバッグの中に入れてたら、これ大変。めっちゃ場所取る。そこがちょっとデメリットではありますね。だから、こう、まあ、家で最初にグッて、しっかり一発で上げといて、ね、時間のない朝でクッて上げといて、で、現場はまたちょっと考えましょうか。これは現場、化粧ポーチの中には入らないと、入るけどすごいかさばるよね。って感じですよね。これが、まあ、化粧ポーチには最適じゃないですか。これプッシュタイプですね。これは貝印さんのやつで、ここがこういうふうになってる。これが通常、これもこんな薄いですよ。ここをピッと開けて、これをこういうふうに押さえるんですよ。これはね、人にやってあげるのははっきり言って怖い。できない。だけど自分でやる人はどうやら使いやすいらしい。まぶたとかが挟まらない。なるほど、なんかわかるような気もする。これはね、無印さんですよ。これ結構人気あるみたい。これも同じように、こんなちっちゃいので、こうね、これなら化粧ポーチに入れててもかさばんないわよ。ほら、ポンって、こんな薄いし。
だから朝時間がない朝にこれで一発で上げ、そして現場にはこれを持って歩くっていうのもいいんじゃないですか。無印良品、こちらのビューラー390円、安いでしょねえ。いいんじゃないですか、便利です、結構人気あるみたいですよ。こういうのもあるんですよね、今こういう部分用ビューラーね、これねちょっとサイドにここにガイドがあるやつもあるんですけど、それだとすごくやりづらいんだけど、ここでガイドがないんですよ。こういうね、要はこういうものがないから、本当にちょっと 目が大きい人とかって、まつげ目尻だけどうしても上がりきんないとか、目尻だけこうピッピッピッってこれ開けたりするのすごい便利だったりするんですよ。ちょっと伏せ目がちにしたいけど目尻だけちょっと上げて切れ長風にしたいわっていう場合とかでもこれ結構使えたりします。ちょっとね、あの番外編な感じになるんですけど、こういうのもある。ただね、これネックなのはね、あのここガイドが何もないんで、ここすごいこのパッキンが外れやすいんですよ。気がついたらこれがないってことがよくあるの。今日使いたかったのにパッキンどっか行っちゃってるじゃねえか、おいみたいなことがね、現場で何回か実はあったんでございますよ。はい。そしてこれね、ひとえさん用のビューラーです。これなんだっけ、アイプチさんから出てるやつ。少しこう平らになってる。うん。わかるかな。ちょっと平ら。ひとえさんからしてみたら全然やっぱり、あの使い心地が違うようですので、やっぱそういうのも今いっぱい、もう多分ね、ひとえさん苦労してる人も多いから、もう当然知ってって使ってる方って多いと思うんだけどね、知らない方もいらっしゃるかもしれないから、こういうひとえさん用のビューラーっていうのももう普通に出てるんでね、ぜひ使ってみていただいたらいいんじゃないかなと思います。ぜひ、ビューラーに、あのまつげにこだわってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ではやってみてください。バイバーイ。チャンネル